オッケー、雪山荘を発見したぞ。これさ、雪山でなんかこのお使いクエストとかやってると、やっぱティガレックスに襲われたモンスターハンターポータブルセカンドを思い出しますよね。言ってるそばから来るんじゃないの？ザボアザギルか。やっと親玉出てきたな。かっこいい。かっこいいっすね。なんかね、ザボアザギルって、なんか他のモンスターと、なんかね、雰囲気違うような、そんな気がするんですよね。違和感がすごいですね、モンスターハンターの、モンスターの中では。じゃあ、とりあえず、あいつはパワーかな、見た目的に。応援、いや、ここは俺も攻めよう。テクニックで攻めましょう。いや、あ、パワーか、パワーだからスピードだな。あー、テクニック攻撃かい。まあいいや、こいつあれだろ。トサカの方行っただろ。ああ、そうか。トサカはスピードはあれだっけ。え、待って。そんな食らうの？どうしようかな。とりあえず、音もんで、威嚇をしましょう。ザボアザギルに威嚇。俺は、うわ、薬草。薬草少ねえな。一発耐えれるだろう。一発耐えれると思うから、ザボアザギルにパワー攻撃。あいつスピードしてくんの？そう簡単にはいかないか。いや、強いな、ザボアザギル。これ、アイテム使います。薬草で。トサカ。あのモンスター、ちょっと欲しいな。つか、でかいな、ザボアザギル。すげえでかい。ザボアザギルに、ちょっとパワー攻撃で攻めます。オッケー。キザのダブルアクション。まあ、今回は、ジャンプじゃないと、いけない、ステージっていうかね、ジャンプでここにたどり着かなきゃいけなかったんで、トサカ前にしてるけど、ヤンクック前にしときたかったな。じゃあ、ここは、どうしようかな。まあ、パワーでもう一回攻めてみるかい？いや、待って、あいつ、早手の一撃か。まあ、保険かけてちょ、パワーでいこう。ああ、スピードね。オッケー。まあ、これ、俺、押し負けるけど。OK、ライドオン。で、あいつな、何していくかな。ちょ、賭けだけど、まあ、スピードで。アイスアーマー？アイスアーマーってなんだ？うおー、なんだあれ あれか、携帯、怒った時でザバーザキル、ああなるんだっけ？あんまね、戦ったことないからわかんないんだけど。とりあえず、防御力上がってんでしょ。じゃあ、ここは、ご利用そう。氷結ブレス、今選択してないで。凍結か、凍結ブレス。うおー。どうしようかな。もう一回、いや、絆技でいくか。絆技でご利用そう。おお、まだ討伐にはいかないのか。アイテムで、俺に使います。オッケー、パワーで押し勝っていけ、トサカ。いいぞ。よし、じゃあ、ここはパワーで押しますか。おお、スピード攻撃。スピード VS スピードじゃね？ちげえ。あ、こいつ威嚇したな。勝手にスキル使ったぞ。おお、トサカが、トサカがもうやられそうだ。アイテム最後の薬草1個をトサカに使おう。なんとか耐えてくれ、トサカ。アイスアーマー。またあいつ防御力アップしてきたな。じゃあ、ここはスピードで。あー、凍結ブレス。やばい、トサカ耐えろ。俺が 俺がやられちまったか。違うわ。あ、トサカやられたのか。まあ、トサカ、どうしようかな、これ。トサカ、音も入れ替えましょう。ここ、ヤンクックに入れ替え、あ、メガホンに入れ替えます。よし。音もんで、あいつ、こいつに火球打ってもらうか。で、俺は、パワーで。オッケー。これは俺、押し勝ちますね。セイ。いいぞ。やばいんだよな。俺が倒れそうだから、これ、休憩挟むとどれぐらい回復するんだろうか。あ、27か。まあ、でもそこそこだな。薬草ぐらいは回復するぞ。凍結ブレス。危ない。どういうこと、これ。ゴールへ投げ込めて。あ、こういうことか。うわ、これ初めてなんだけど。ちょっと待って。 いや、初めてすぎて、ちょっと。マジか。今のそんなのがあったのか。くそ、いつも押すだけだったから。いやー、対応できなかったな。パワーで。あー、やばい、これ。メガホンがやられる。危ない。
やばいんだよな、これ。薬草ねえしな。火球ってもらうか。俺は、ザバーザギルに、パワー攻撃、アイスアーマーだな、相手。クリティカル、火球お見舞いだ !54。くそ、あいつ、こいつ硬いな。オッケーオッケーオッケー。もう対応できるぞ。赤だな。赤をゴールに。オッケー、押し勝っていく。ギズナップ。相手まだ疲れてないっぽいぞ、これ。どうなんだ。あいつな、アイスアーマー使ってっからな。うわー、これ待って、これ押し負けそう。お、テクニック攻撃、勝っていく。オッケー、ライドオンして、これ、絆技打ちましょう。頼む、決めてくれ。ここ、凍結ブレス来たらちょっとやばい。マジで、負ける。112。うおー、まだか。ここ凍結ブレス来たら本当にまずいんですよね。というわけで俺はね、小休憩挟みましょう。じゃないと、あー待って、絆ゲージが足りねえのか。なるほど、今絆技使っちゃったもんな。ここはもう運任せだが、行くしかねえ。スピード、うわー、テクニック攻撃押されていく。やべえ、メガホンがやられちまった。根性見せる。21。 OK、 あいつ疲れてるぞ。疲れてるから、これ今絆ゲージどれぐらい溜まってる。10溜まってるのか。俺休憩挟みましょう。休憩挟んで、オッケー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 。メガホン、メガホンめっちゃ打ち勝っていくじゃん。オッケー、なんとかなんとか倒せました。クソギリギリだったな。強すぎだザボアザギル。クアギルを相手にしすぎたのかもな。雪山草は手に入れたから早く山小屋に帰ろう。そうだな。いや、強かった。これやっぱりレベリングが必要ですね。というわけで、山小屋に戻ります。雪山の厳しさに悲鳴を上げると思っていましたが、それなりの力はあるようですね。私たちライダーはお供の特性を見極め、それに合ったライドをすべきなんです。特性を見極める。私はそのことに気づくまで時間がかかりました。絆石はあるのにどうして氷河は言うことを聞いてくれないの。諦めてしまった私は氷河の後をついていくだけ。だけどだんだん分かってきたんです。氷河の好きな道、動き方。私は絆石で氷河を従わせようとしていただけでした。うん、なるほどね。私はようやく氷河にライドできるようになりました。特性を知り、力を目覚めさせてあげることが私のすべきことだったんですと。なるほど、なかなかいいこと言うな。氷河は大事にされて幸せ者だな。ちょうどお腹が空いてきたんだ。どういうこと。アユリアの分も食べ物を調達してきてやるよ。私は別に。かわいい。あ、あらら。え、誰お前。待て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 。これはダメ。オーグいるんだけど。やめとけお前。あんた誰。ブハー。あ、竜人なんだ。温泉まんじゅう、うめえ。オーグかと思った。そっか、この山小屋の人か。そうなんだろう。オラとなぞなぞすんべ。こいつ全く話聞かねえな。なぞなぞに勝ったらここにいさせてやるだ。なるほどね。耳はピン、お腹はぽよよん。これなんだ。は？耳はピン、お腹はぽよよん。これなんだ。お前じゃねえのこれ。なぞなぞなのかこれは。俺はここに住んでいるなぞなぞ好きのじいさんだ。勝手に入ってごめんなさい。宿代お支払いします。お前金持ってんのか。何で支払ってんだ。ただでいいだよ。おめえたちは払うだ。温泉まんじゅう 100億個くれ。温泉まんじゅうをたらく食べさせてやる。温泉に行けばあるんだよな。タルジュの秘湯にはモンスターがいるべ。あいつらお湯を毛だらけ、泥だらけにするだ。なるほど。じゃあ温泉まんじゅうを手に入れに、温泉まで行けばいいってことだな。タルジュの人に行ってみようぜ。とりあえずタルジュの人に、100億個まんじゅうを取りに行きましょう。温泉でアユリアの怪我が治るかもだって。
まあ個人的な話になるんだけど、温泉ってあんま好きじゃないんだよね。あ、やべえ、これあれじゃね？ドスファンゴじゃね？あんまあれなんだよね。得意じゃないんだよね、このモンスター。モンスターハンターシリーズで戦うとき。だってさ、こいつってさ、フルフルとかと戦ってると絶対さ、横から割った、うわ、待って、しくった。自分の自宅によるんだったわ、これ。とりあえずちょっとあれだな、回復薬を使わせてほしいけど、あいつの攻撃はどんだけなのか分かんねえから、多分スピードでしょ、テクニックでいきます。は、なんでパワーなんだよ。 なんでパワーなんだ。いけ、トサカ、お前打ち勝っていけ。オッケー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 、いいぞ。ここはもう一回テクニックで、相手もテクニック攻撃、打ち勝っていけ、トサカ。オッケー、いいぞ。トサカも結構ダメージ食らってんの、あれだな。あいつに威嚇入れましょう。で、俺は一応回復薬で回復しよう。どれだけ回復するんだろう。あ、100も回復するんだ。パワー攻撃。ここはトサカに回復薬を使ってあげます。次のターン攻撃力アップだって。ライド。次のターン攻撃力アップでしょ。だからこれ、今のターンは何だ？ただのためか？どうしようかな。パワーだと思うからスピードで。根性タックルとかいうのをしてきたんだけど。OK、ダウンしたぞ。レベル2のあれ打ちます。絆技。ドスラッシュ。いけ！おら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 。落とし物ゲット。起き上がった。ここは戦うで、スピード。OK、いいぞ。絆のダブルアクション。3、124、強い。いいね。相手なんかパワー系多いから、このままスピードで攻めよう。あー、あいつテクニックしてきやがった。強っ。44ってマジ？どうしようかな。ここは俺ちょっと小休憩挟もう。パワー VS パワー。危ねえ、トサカ押し負けるとこだったわ。オッケー、打ち勝っていく。絆アップ。なになに。すげえ怒り状態みたいになったけど、これやべえな。回復薬でトサカ一応回復さすか。もうハートが1個しかないからね。これ1回あれだな、村戻るワンチャンあるな。強っ。ちょ、まあ、強すぎる。ライド、ライドオン。ここはスピードで。OK、打ち勝っていけ。おら、よし、いいぞ。絆技、ドスラッシュ、決めてやるぜ。せやっ。待て、あいつだいぶ硬いな。アイテムで回復薬自分に使って。 OK、 トサカ有能だな。待て、トサカがやばい。オトモンで、オトモンちゃんは入れ替えで、一応メガホンに入れ替えましょうか。あー、野口使ってみるか。まだ野口出したことないな。初陣だ。お前、同じさ、相手イノシシ、クマ、どっちがあれだぞ、山の獣の頂点か、お前。思い知らせてやれ、あいつに。行くぞ。スピードで。OK、打ち勝っていく。ザン！ OK、ダウン、攻撃チャンスだぞ。いけ、ブレイクジャンプ。強い、強いぞ。76、強すぎる。じゃあ、こうパワーで。セアップ、クリティカル。OK。あんまさ、野口のさ、強いところ見せられなかったけど、野口かっこよくね？さすがクマだな。で、クマってさ、めっちゃ強いんだぜ。大イノシシの皮とかいっぱい手に入れたわ。ここにいるモンスターってこいつだけだよな。これで一安心だ。ちょっと待って、これ安心できないから、一旦ちょっと村帰ってさ、温泉に行こうぜ。氷河のためにも早く元気にならないといけないだろ。私のためにそこまで。いや、ただ単に可愛いだけだぞ、お前が。可愛すぎる。同じライダー同士だろ、遠慮はなしだって。さっさと行こうぜ。こいつやけにさ、グイグイ誘ってくんだもん。引かれるぞ。一旦これ心配だから村に帰って回復します。見てください、村に帰って HP 回復するついでに
装備も新調してきました。お金でお金がほぼゼロ。いいでしょう。行きましょう。温泉だな。これね、誰かの装備らしいんだけど、ちょっと忘れちゃった。心配すんなって、絶対覗いたりしないから、お前。怪しいわ。なんだそのお前。念押ししすぎだろ。ゆっくり温泉に入ってこいよ。ありがとう。かわいいな、マジで。何歳なんだ。一風呂行こうぜ。あ、帰ってきた。誰かが先に入ってるんです。何？入ってるってことは女湯だよな。女行っていいのか。これちょっとさ、お供を、ちょっとさっき野口大活躍したから、野口で行きましょう。山だしね。雪山だし。あれ？待って、これ、野口召喚できないの？オッケー、猫タクスタンドゲッツ。誰かが先に入ってるだと？お前、あれ？なんか結構いるじゃん。あ、なんかまともな猫がいるぞ。すげえいるな、人。ハンターがいる。話を聞いてみよう。お、すげえいっぱいいる。なるほど、フルフルがいるらしいぜ。越冬洞窟にはフルフルがいるらしい。越冬洞窟ってアユリアを見つけた洞窟だよな。私、思い出しました。今の今まで忘れてたのか。すっかり元気になりました。なるほどね。フルフル強いからな。あのさ、最初はさ、あの BGM がさ、戦闘 BGM が流れないのがすげえ不気味でさ。クシュン。よし、タルジュの山小屋に戻るか。猫宅でな。おお、すげえな。これちょっと2匹並べとこう。駐車しとこう。駐車。お前、小回り効かねえな、ほんと、お前、マジで。オッケーオッケーオッケー、この辺でいいだろ。よくね、この2匹。右の方が断然かっけえけど。俺の野口なめんねよ、お前。風格はちげえだろ、これ。こっちの家かな。おお、野口ついてくるのか。そうか、そうか。かわいいな。ムチムチじゃねえか。あなたたちはどうしてギルデカランへ行きたいのですが。広い世界を見に行きたいからさ、どっかで聞いたような言葉だな。当たり前だ。そのために俺たちは村から出てきたんだからな。壁の外ってやつか。ライダーは町へ降りてはいけないと。彼らがライダーを理解することはない。衝突を引き落とすだけだって。モンスターとだって心を通わせられるのに。なるほどね。青鬼赤鬼みたいな。ちょっと違うけどさ、きっと分かってくれる青鬼がいるんじゃないかな。俺たちの魅力でみんなをビリビリしびれさせてやるぜっつって。私には分からないけれど。フルフルね。寒さに耐えられて非属性、伝承の儀が必要になると思います。非属性か。非属性武器はいるよな、やっぱりな。レウスの体験欲しいな。俺体験好きだからさ、モンスターハンターの中で。そういや、お前いたな。伝承の儀ね。
とっても悲しそうです。どうしますか。勝負だじいちゃん。お耳がぴょこ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 、お尻でドスン、真っ白いモンスター、なんだあれでしょ、あウルクススでしょ。答え、連れてくるな、ふざけんじゃねえお前。ウルクススじゃねえの。モンスターを探すならこれを持っていってください。ペイントボールの調合レシピです。なるほど、基礎を促します。使いこなせば卵を探すのに役立つはずです。まあこれはウルクススだよな。よっしゃ、じゃあとりあえず次回からウルクススを捕まえるっていうか、ウルクススのあれだね、卵だね、うん、ウルクススの卵を入手してここに持ってくると、帰らせてかな。というわけで、次回はそんな感じでやっていきたいと思います。ではまた次回の授業動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。